またお会いしましたね。大丈夫。心配いりません。きっとマーク行く。一緒に福沢先生を考えましょう。慶應義塾大学出身の女優今野さんが福沢先生の故郷である大分県中津市と蘭学を学んだ大阪へ、青年時代の雪吉先生が読書にした場所や、 仲間と議論を交わした部屋で尊敬する福沢先生の生涯に思いを寄せました。それでは、お先に失礼します。